千原ジュニア。千原ジュニアは、日本のお笑いタレント、司会者。お笑いコンビ千原兄弟のボケを担当。相方は、実刑の千原誠聖本名及び、旧芸名は、千原博。身長180センチメートル、体重60キログラム。京都府福知山市出身。吉本工業所属。京都共栄学園中学校卒業。 京都共栄学園高等学校中退。NSC の発揮生であるが、卒業には至っていない。小学校時代は、周りの友人と悪行をしていたことから、ある日友人の家へ、いつものように遊びの誘いに行くと、中から親が出てきて、息子はいないと言われ、帰り際に、家の中から、親の千原くんと遊んだら、あかんという声が聞こえてきたというエピソードがある。中学時代は、 進む学校のため、一つの授業につき教室の前後に二人の教員がついており、周りの人は大学に向けて、猛勉強をしている学校の空気になじめず、登校拒否や引きこもりに陥って孤立する。ある日、学校に行った後、猛んなところに行っても自分は何も得ることができない。と思い、帰り道で橋から川に制服を投げ捨て、それ以来学校に行くことはなかった。 あとに4歳年上の実刑、政治に誘われて芸人の道に進む。NSC へ出向いたジュニアは、政治に、明後日までにネタ作ってこいと言われ、言いつけ通りにネタを作り上げた。そのネタで生徒を前に爆笑を取り、俺にはこれしかない、この世界で戦っていくんやと決意し、高校を2ヶ月で中退した。NSC 時代について授業はつまらなかったが、 同期の原西高行が面白くて、彼を見たさに通っていたと語っている。大阪での若手時代は、いつも、鋭い目つきで、飲み会の席でも大喜利を始める、東京への対抗意識から加藤浩二に喧嘩をするといったお笑いに、ストイックで、強気な言動が目立つなど極めて尖っていたことから、ジャックナイフと呼ばれていた。しかし、口事の事故以降、性格が丸くなったことから、 バターナイフと呼ばれるようになってしまった。1995年、急性肝炎で倒れて病院に運ばれ、一時は意識不明となる。2001年、オートバイ事故を起こし、全頭骨骨折、尾骨骨折、下顎骨骨折、頬骨,骨骨折、上顎骨骨,骨折、眼下底骨,骨骨折、眼下内壁骨折などの重傷を負って、再び意識不明に陥る。後に、 この事故の際に、表舞台に立つことを諦め作家になろうとしていたことや、事故後に整形により顔を調整したのが、高須クリニックの高須活児であることを明かしている。事故の後遺症で涙腺線が狭窄してしまい、鼻水が涙として出ることがあったが、これは2014年8月に手術を受け克服している。なお、足に入っていたチタンは、骨の治癒により摘出している。 芸人としてデビュー後、しばらくは本名で活動していたが、2005年に現在の芸名である千原ジュニアへ改名。このジュニアという芸名は漫画キャプテンに登場するキャラクターいがらの弟、シンジが作中でチームメイトからジュニアと呼ばれており、それと同じように当時兄の政治が務めていたバイト先の店長からジュニアと呼ばれていたことが由来となっている。 そのことから、改名以前から、芸人仲間からは、ジュニアと呼ばれていた。常実の事故後は全くバイクに乗っていなかったが、11年、経った2012年に、川崎 Z1 を購入したことで再びバイクに乗り始めた。愛車は、日産、セドリックのハードトップモデルであったが、2020年9月に、同車を手放し、新たに、プリンス・グロリアを購入している。毎年年末に、 すがのマルで翌年分の赤パンツ20枚を購入し履き続けている。好きな番組は渡辺敦氏の剣物探訪。ボクシングが好きであり、プライベートではラスベガスへ一人で観戦に行くほどである。また、自身もジムへ通っている。金がなかった頃に裁判の傍聴を趣味としていた時期があり、デートスポットとしても利用していた。また、裁判長。ここは、 懲役4年でどうすか漫画版の文庫本題4巻に作画の松橋健タスクとの対談が掲載され、後にジュニアが体験した傍聴を元にしたエピソードに傍聴者として漫画内にも登場した。幼少期は祖母に育てられ、ジュニアが周囲におかしいこと言われていたのを祖母だけが肯定し、お前はおかしくない。周りがおかしいんやとジュニアをかばっていた。兄弟には、 政治の他に妹が一人いる。2015年9月28日、北海道出身の一般人女性と結婚。自身の妻からは、ピーちゃんと呼ばれている。2017年12月、第一子男児が誕生。2021年7月20日、第二子誕生報告。2019年10月31日の名人、特大生だけの消しゴム半個長上決戦において、 初優勝を果たした。2020年11月12日の名人、特待生だけのハイクタイトル戦において、予選、敗者復活戦からの初優勝を果たした。レギュラー番組特別番組、ありがとうございます。